お母さん、すいませんでした。どうしたの高橋ちゃん。今回の学校のテスト、学年3位以内に入れなくて、今までで一番悪い、300人中学年4位でした。いや、ママ的にはそれでも全然すごいと思うし、満足なんだけど。おいおい、長男しっかり。5人は5つ子である。まったく高橋ちゃん、爪が甘いぞ。まあどんまい、次。てかテストの話とかつまらんし、早くゲーム。あかやんめい、黙れお前ら。高橋ちゃん、あなたは兄弟でなぜか一人だけ良い子。勉強もできて成績優秀、ママは4位でも満足だから、安心して。でも兄弟で唯一の希望だから、僕が頑張らないと。そうだ。コーラ。メロンそうだ。ダイエットコーラ。黙ってろアホ4名。ああ、娘に向かってアホとか、ママひどい。ジョベリバ最低って感じ。一昔前のギャルか。てかねあんたたちが全然しっかりしないから、こうやって高橋ちゃんの負担が増えるんでしょ。だって何よ。だってなんだか。だってなんだもん。ケーキハニーか。てかね、高橋ちゃんは学年4位で、こうやって謝ってるわけだけど、他4名、今回の順位順番に行ってみなさい。300人中、300位。いや、いきなりギリギリだ。300人中、288位。296位。268位、越剣。いやいや、越剣って全然威張れる順位じゃねえぞ娘よ。やっぱ僕が学年1位にでもならないと、バランスが。大丈夫よ高橋ちゃん、それより他4名の順位上げればいいだけだもん。ってことでいいわね他4名、次のテストに向けて勉強させるから覚悟しなさい。意味あり。ママ、私たちが勉強できないの、これにはちゃんとした理由があるのよ。まあできないっていうかしないっていうか。だから、勉強担当は高橋なのだ。私たちは各自、ちゃんと考えがあってあえて勉強なんてしてないだけ。ほう、わかった聞こうじゃないの、ママを納得させられればいいわ、勉強は免除。ってことで、勉強できない言い訳。ママを納得させたやつ優勝選手権。スタート。さあ、誰から？どうする？一番手行きたい人は？じゃあ主が。いや、ここは長女の私が。いやいや、ここは次女の私が。いやいやいや、ここはヒゲが濃い私が。どうぞ。早くしろやマジで。ママ、悪いんだけどもう一回だけ、さあ誰から言い訳するの？って聞いてくれない？めんどくさいわね、もう、誰から言い訳するの？はいはい、あっち行きます。どうぞ。いやー、完全にはめられたわー。残念だったな娘よ、ってことでアンジェリナ、なんであんたは勉強できないの？しょうがないわね。じゃあママ、尻と鼻と耳の穴かっぽじってよく聞いてね。尻と鼻はいらねえだろ。嫌だろ、尻と鼻の穴かっぽじる母親とか。私はねママ、勉強する必要がないのよ。どういうことかな？だってさ、勉強っていうのは良い学校に行くためだったり、なりたい職業に就くためだったり、そういうために勉強するのよね。別に勉強なんてできなくたって生きてはいけるわよね。まあそうだけど。ふ、じゃあママ安心しなさい。私の職業はもう決まってるの。ちょっと何言ってるかわからないけど、一応聞こうか。あんたの将来の職業は？よくぞ聞いてくれたわママ。アキシの将来は安泰。なぜなら私は、年収10億のイケメン青年社長のお嫁さんになる予定だから。はい。予定では2年後、渋谷でショッピング中にナンパされるわ。おう、玉残し。あ、その流れで私の勉強できないっていうか、しない言い訳も。おし、聞くのが怖いけど聞こうか。私は4ヶ月後、渋谷で1000年に一度の美少女としてスカウトされて、そのまま芸能界入り、すぐに映画の主役に抜擢でこれが大ヒット、一躍国民的女優に。ってことでね、私もアンジェリナも勉強なんていらないでしょママ？うん、本当にその通りになればな。とりあえず、君たち二人は考え方が砂糖1億杯入れたコーヒーよりも甘いから。うん、また後で個別にお話があります。マジダルビッシュ。マジ田中のマー君。いいから、もう黙ってろ。じゃあ次、英気。私はもうずっと前から言ってるでしょ。ってことでこの映像を見てちょうだい。私マリサ先生と別れたくない。あら霊夢ちゃん、久しぶりに先生って呼んでくれたわね。今まで素直になれなくてごめんなさい。大丈夫、全部わかってたから。先生マジお世話になりました。もう一年高校生やろうかな。何言ってんの前に進まないとダメよ。みんな、夢はあるでしょ。あります？一人ずつ教えてくれるかな。私はパパのお嫁さん。主はアカレンジャーに、私は海賊王に、私は天人に。みんな素敵だ、輝いている、それでこそ青春だ。梅にちょびひげ、ナスにぬか漬け。マリサ先生、夢にときめけ、明日にきらめけ、です。ってことで、将来はペンギンなんて勉強とかいらないっす。この子はまた、別次元でやべえな。そして最後主、言い訳言ってみろ。だって、家で勉強に集中できるわけないじゃないか。どうして？だって、ママが大好きでドキドキしちゃうんだもん。いや、我が息子だけどキモー。いやー、我々もついに卒業ですか。どうやら今日も卒業式茶番のようです。結局3年間で1回も、
定期テスト、学年平均超えなかった。3年間で、取った赤点は数知れず。勉強超苦手だぜ。ということで、本日の卒業式はこちら。これより第1回、ゆっくり勉強苦手卒業式を始めます。卒業生、下士。そうじな、卒業式の司会がボケんな。桜の花も咲き始め、春の息吹を感じられるようになった。なんていかにも卒業式っぽいレガシとかその前にとにかく。今心の底から思うことは、卒業できてよかった。あ、赤点連発だったんだもんね。幽霊、お化け、不良、インフル、母ちゃんのすっぴん、そんなのよりも全然怖かった。言うねん。怖いものに母ちゃんのすっぴん入れんな。3年前の4月、いきなりつまずいた。国語、数学、英語、理科、社会、いや語教科全滅。トップをボックと書いたのは良い思い出です。中1英語あるあるだな。そして入学してから数ヶ月。初めて地獄に突き落とされた。一学期の中間テスト。英語、一学期の中間テストはめちゃ簡単。学年平均93点の中、そんなテストで60点だった。よく英語の先生になったな、その後。さすがに赤点、先生も心配してくれてこう聞かれました。どこがわからないかな？先生、我々はどこがわからないかも。わかりません。こりゃ先生も大変。そして夏休み、各教科大量の宿題。たとえ同じ量でも、勉強できることできない子じゃ。全然大変とか違うんです。だからって宿題に差をつけても問題だろ。2学期、仲良しの優等生、高橋が落ち込んでいたんです。何でも聞いたところ、1教科だけ90点以下で落ち込んでいたと。初めて高橋さんに。ちょっとイラッとした。おいおい、まあ確かに高得点で落ち込む優等生、その点で落ち込むなと言いたくなる気持ちはわかるが、人それぞれ目標があるからね。得意教科は、体育、美術、音楽、イケメンハント。おい最後、おかしいぞ。まあ1年の期末テスト、赤点をいくつか取りつつも、なんとか無事進級。しかしすぐにまた悪夢が、2年生にもなって、いろんな教科でやってきた。おーよー。人もできてないのにな。先生、当たり前のようにこうやって授業進めるけど。これは1年生の時に習ったこの公式を応用してですね。って言われてもわからないわー。ということで特に応用が多かったので、2年生でさらに死んだー。英語と、数学、定期テストは各教科。暗記物の一夜漬けでなんとか点数を稼いだ。そして無事に3年生になり、周りが徐々に受験勉強始めたり、進路を考えて動き出したりで、なんかいろいろ焦った。わかるぞ、それはめちゃわかるぞ。まあさすがに中3、少しは受験勉強しようかなと思ったよ。マジでそう思ったんだけど、思っただけだった。おいおい、行動せんか。夏に部活を引退してからも、毎日遊んでました。ということで我々全員、当然進路は、底辺。アホ高校。リアル主もアホ高校だったもんな。まあでも思いっきり遊べるのって、子供の時だけだしね。うんうん。もしもし、そこの主くん、昨日ゲーム何時間したかな？スマホアプリも入れたら多分7時間ぐらいっす。いや平日に大の大人が遊びまくっとるやないかーい。主はほら、一応ゲーム実況者だし、これも大事な仕事だし。それで、昨日一番やったゲームは？ FIFA 19です。過去一度も実況してないやんけ貴様。ということで4月からはアホ高校で頑張っていくけど、在校生のみんなに、最後に一言。アホ高校で待ってるぜ。主ちゃん、本当にいいのね。ああ、一思いにやってくれ。わかったわ。ただ人の髪なんて切った経験ないから、変になっても文句言わないでよ。大丈夫、自分で切るよりはマシだろう。オッケー、じゃあ行くわよ。どう？うまくいった？いや、どこ変わってんだよ。先生、アウトっすかね？完全にアウトね。そんな。横も普通に耳にかかってるし、前髪も目にかかるぐらい長いじゃない。こんなん完全にアウトよ。我が校の頭髪検査の男子の基準は3つ。前髪は目にかからない長さ、横髪は耳にかからない長さ、襟足は制服につかない長さ。わかったらとっとと短くしてくること。わかりました。偏差値低い高校あるある。無駄に厳しい校則。はい、以前から動画内で言っているように、英語の先生だった主ですが、高校3年生になるまで、勉強なんてろくにしておらず、中3で部活引退してからも受験勉強全くせず、毎日のように遊んでいました。ちょっとぐらいやれよ。その結果、まあ当然高校は勉強しないでいけるようなとこ、偏差値も44ぐらいだったと思います。
まあ高3から猛勉強を始めて、大学に合格するまでのエピソードはまた今度茶番にするとして、今回は実際に偏差値低い高校に通っていた主がお届けする、偏差値低い高校あるあるです。マジでこんな校則厳しかったの？マジマジ、さっきの3つも実際に高校時代の頭髪検査の基準。マジか。定期的に頭髪検査があったんだけど、まあ当然あんな基準引っかかりまくる生徒続出。なので頭髪検査の時は学校内で髪切る生徒大量発生。なんか想像しただけですごい光景。自分で切ったり、友達と切り合ったり、もちろん女子は化粧厳禁、スカートの長さも膝上 NG みたいな感じ。そんな一方で、県内1位、偏差値70以上の高校は校則ゆるゆる。茶髪に化粧に男子の挑発、何でも OK だったという。確かに偏差値高い方が、校則ゆるい傾向があるわよね。皆様の地域でも大体そんな感じではないですか？それではお次のあるある。おい主ちゃん、何休み時間まで勉強なんかしちゃってるのよ。いや、大学受験まであと数ヶ月、今追い込み時期だし。それより放課後カラオケ行くんだけど、一緒に行こうぜ。だから、放課後も夜10時半まで塾にこもって勉強だから。キモ、どんだけ勉強すんだよ。てかみんなは勉強しなくていいのか？受験は？私就職だし。私は専門学校も決まってるし。私は卒業後は海賊王目指すし。勉強なんて必要ないもん。マジかー。偏差値低い高校あるある。大学に進学する人、ほとんどいない。大学進学もいることはいるのですが、そのほぼ全員が世間でいうところのエフラン大学。エフラン大学というのは偏差値が低く、ほとんどの人が名前も知らないような、授業料さえ払ってくれるなら入学させてあげるぜ的な大学です。主の高校は1学年200人ぐらいいたのですが、ちゃんと勉強して普通以上の大学に進学した人数は4名ほどでした。早い段階で周りはどんどん進路決まっていって、なんか取り残されていく感が半端なかったぜ。お、主くんはよく頑張ったね。え？結構勉強頑張ったんじゃない？いや、別にそんなに。マジか、100点なんて小学校の小テスト以来だぞ。全教科の合計でもクラス順位3位、学年順位200人中12位。まあ試験勉強軽くはやったけど、まさかここまで良いとは。中学時代は常に下から数えた方がはるかに早かったからな。ちょっとビビった。偏差値低い高校あるある。中学時代には取れなかったような順位が取れちゃったり。はい、中学時代とは違って、高校はある程度学力が同じぐらいの仲間が集まってくるので、当然偏差値の低い学校には勉強が苦手な子がたくさん。なのでそんな学校でテストの順位が良かったりすると、中学時代では考えられないような順位に。まあもちろん授業レベル、テストレベルも低いんですけどね。ということでラスト、主が絶句したおバカ高校の問題ネタです。おし、次は語文選択問題か。何々、問題はっと。何々、リンゴの生産量は青森が1位、じゃあみかんはどこか。ちょっと難しそうだな。語文はと。この4つか。いや、選択の1個しかねえ。いや、高校生なめんな。偏差値低い高校あるある。テストレベル、授業レベル低い。はい、これは当たり前といえば当たり前なのですが、実際に高校時代こんな感じの問題が出まして、語文から生き物を選ぶ問題だったのに、まさかの語文の中に生き物一つだけ、先生のミスだったのかもしれませんが、これ見た時はさすがになめんなって思った記憶が、それでは以上、偏差値低い高校あるあるでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。